桑原沙田寺は、日本の地方公務員、作詞家、郷土氏や、現在の宮崎県出身。1872年、三光県中郡佐渡原城下で、佐渡原藩士族の家に生まれる。東京の教立学校を卒業した後、宮崎駅教師、尋常小学校校長を経て、宮崎県庁に入庁、西臼杵郡、小湯郡、南中郡、北諸方郡の郡長を務める。 西臼杵郡長在職時には、県立高知保実業学校の校長を兼務し、同校の後ろ身にあたる、宮崎県立高地保高等学校へ引き継がれた校歌を作詞している。定年退職後は、日本赤十字社宮崎県支部主事を経て、日本生命保険宮崎支社に勤めながら、財団法人旧佐渡原藩教育会の会長の職にあった。1934年7月、 県と大阪毎日新聞宮崎市局が合同で実施した宮崎県民家の公募に一党入選し古関有事の作曲で SP レコードが制作される当時62歳で入選の法を受けて白髪を染めて戦場に立った斉藤さねもりの優に習い若い人に混じって切作を投稿した一党に当選するなんて夢にも思っていませんでしたとコメントしたが 戦後は大時代的な歌詞のため演奏が控えられるようになり、1964年に現行の二代目県民会へ代替わりしている。戦後も佐渡原で郷土史家として活動していたが、1954年に逝居した。去年83歳。コーラスグループのデュークエーセスでリーダーを務めた谷道夫は孫にあたり、谷とその弟の本名は、 祖父が命名したと述べている。ありがとうございます。